おはようございます。おはようございます。私は日本語クラスで習字を教えました。日本独特の言葉を英語で伝えるのは難しかったけど、とても良い経験になりました。私がこの留学で学んだことは、自分自身の思いを伝えることの大切さです。また機会があればぜひ挑戦したいです。私はこの学校に来て、最初はちゃんと話さなきゃなって緊張してしまったりしたんですけど、実はちゃんとした文じゃなくてカジュアルな英語を使ったりジェスチャーを使ったりして、ちゃんと外国人と会話ができるということを知ることができました。私が心に残ったことは、バディとその友達が自分たちのことを紹介してくれて、私に興味を持ちたくさん質問してくれたことです。他にも校長先生が私に話しかけてくれたことです。私はこの学校に来て、新しくできた友達と英語で会話をすることで、英語が喋れると他の国の人たちとも心を通わせることができるということが分かりました。改めて英語を話せることの大切さに気づくことができました。ですね、オーストラリアに来て、自分が相手に話しかけたり相手が自分に話しかけたりして、コミュニケーション力が高まりました。あと英語力も本当に高まったと思います。はい、このような機会をくださりありがとうございました。オーストラリア楽しかったです。I was very surprised that they learned more subjects than us, and I enjoyed the PE class. Thank you.
In this school, I learned that it's important to have an opinion because if I don't have it, we can't start a conversation. I could make a lot of friends. I improved my English skills. I was very nervous, but everyone so friendly. So I enjoyed school life, especially basketball. I want to make more friends. I enjoy playing basketball and table tennis during recess. Everyone was very friendly here, so I could improve my communication skill. I enjoy teaching Japanese calligraphy because local students interested in it.